約1年前の群馬からこんにちは。寒いです。現在信越線を高崎から西に進んでいます。ここから終点の横川まで乗ります。あ、信越本線について軽く解説。信越本線は高崎から横川、長野、直江津などを経て、新潟に至る路線、でした。過去形なのは、この信越本線がブチブチと分断されまくっているから、今乗ってる高崎からの信越線の電車だけだと、横川までしか行けないことになっているんです。というわけで、高崎から30分ちょっとで横川に到着。はい、211系に課せられた仕事はここでおしまい。今は約1時間に1本の信越線を、再び高崎方面に戻っていきます。で、我々旅人は群馬と長野の県境を信越線の列車で越える術がなくなり、今は県境越えを意地でも許さんと言わんばかりに、堂々と車止めが佇んでいますが、ただの分断ポイントなので、越える術は存在します。それは、代わりにバスを使うことです。具体的に説明する前にとりあえず改札から出ましょう。横川駅は JR 信越線の終着駅で、それ以外の鉄道路線は通っていません。辺りは静かで、高崎からほんの30キロ程度なのに、そことは全く違う雰囲気。そしてここにはこれから越える区間にある険しい勾配を越えた車輪があります。その区間は1997年、長野新幹線の開業を受けて廃線になってしまいましたが、廃線前は JR の路線の中で最難関ゾーンだった、らしいです。どれだけの難所だったかというと、66.7 パーミルの勾配があるほどだったのです。ちなみにパーミルとは線分率のこと。鉄道のパーミルは、その勾配の急さを表します。例えば1000メートル進んで1メートル標高が高くなれば1パーミル、という具合です。1000メートル進んで 66.7 メートル標高が高くなったのがこの信越本線のこの区間。角度に直すと約 3.82 度です。とにかく、これを丸い車輪で越えるのですから、かなりのパワーが必要でした。そのため、最初はアクト式を使って、うわぁ朝日が眩しい。そのため、最初はアクト式を使って、約80分で横川と軽井沢を結んでいました。その後は電気機関車になり、所要時間が短縮。幹線として最初の電化区間にも、そして昭和時代後期には今映っている EF63 などの電気機関車が用いられました。所要時間も、上り約17分、下り約24分と、ぐっと短くなりました。ですが、上越線などが強かったため、貨物列車の廃止を皮切りに、雲行きが怪しくなります。その後、長野新幹線が1997年開業。そして横川軽井沢間は廃線になりました。と、かわいそうな歴史をたどった区間ですが、それの代わりに、同区間をバスが走っています。そんなわけで、これから横川から軽井沢を乗り越えるため、バスに乗り込みます。以降は、横川、軽井沢、それぞれの地名の頭文字を取って、この区間を、横軽、と呼んだり呼ばなかったりします。走行しているうちにバスがやってきたみたいです。信越本線の峠越え区間が廃止された今、横軽間は、あの JR バスに託されています。軽井沢と横川の途中にバス停はなく、ノンストップで進みます。運賃は大人520円、子供260円。青春18切符や週末パスは使えないので注意。それと、IC カードも使えません。現金オンリーです。到着前の両替をお忘れなきよう。あ、それと運転頻度は1日8往復程度なので、計画はしっかり立てましょう。無計画大回りの動画出した後にこれ言ったら、お前が言うなって言われそうですが。割と大勢のお客さんを乗せて、バスは軽井沢へ向けて発車していきました。横川を出発するとすぐ中山道に入ります。中山道の関所である薄い関所も、この辺にありました。江戸時代には、東海道の箱根関所ほどではないですが、入り別荘にで女、に従って厳しく監視された関所です。他の中山道の重要な関所には、ソック島があります。あ、右手側には薄い峠鉄道文化村が見えてます。使われるバスの車両は様々で、高速バスっぽい見た目のものもあります。でもいずれにせよ、バス内にトイレはないか、あっても使えないことが多いです。横川か軽井沢で済ませておきましょう。バスは国道18号、薄いバイパスを通ります。山道らしくぐにゃんぐにゃんと曲がっており揺れるので、何かに捕まるのが安心。この道を考えてみても、薄い峠を越えるというのはなかなかの難易度だとわかります。あ、薄い峠というのは、ざっくり横川と軽井沢の間にある峠です。
メガネ橋などの観光名所もあるので、ハイキングの場所としても人気だったり。一部区間のそのまた一部の便には、薄い旧道やメガネ橋を通って、横川と軽井沢を結ぶ便もあります。今通っている薄いバイパス経由の便よりも8分ほど所要時間は長いみたいですが、観光名所を抑えながら移動できるので、お得かもです。あ、でも運転日には注意です。運転日はだいぶ限られてますからね。線路があった時代の横川と軽井沢の距離は 11.2 キロほど。廃止されていなければ、今横軽間は240円区間、IC 運賃242円区間になったのでしょうか。需要を考えても、線路が復活することはないと思いますが、ですが、比較的線路の保存状態がいいこともあって、現在はその廃線跡を歩く、廃線ウォークというイベントが開催されることもあります。鉄道ファンのみならず、様々な層から人気を集めています。さすが薄い峠。難所なだけあって徐行運転。しかもガタガタ揺れます。まるでパラッパラッパーステージ2の奥方判定時みたいに揺れます。なんか危険を察した方は、酔い止めとか飲んでおきましょう。バス代行が始まった当初、運賃は460円でした。当該区間の2倍。2001年11月までは薄いバイパス自体が有料だったことを考えると、良心的です。しかし利用客減少や消費税増税につれ、運賃がじわじわ上がり、今の520円になりました。なお2019年の増税までは510円。そうそう、その過程でちょっと変わったことがありまして、今は運賃は後払いとなっているんですが、少し前は乗車時に支払う前払いでした。2019年10月の増税のタイミングで後払いとなったと考えるのが良さそうです。すごく今更で申し訳ないんですが、観光案内アナウンスがされてますね。すごくすごく申し訳ないんですが、私は別の大事な話をします。薄いバイパスで忘れてはならないのが、軽井沢付近での大事故。2016年に大型観光バスがガードレールを突き破り、向こうの斜面に転落した事故です。死亡者も出るなど、乗客に降りかかった被害は、だいぶ大きかったようです。あとは最近でも、2021年には大型トラックが横転して乗用車が下敷きになるなど、かなり事故が起きやすい場所、という点でも薄い峠は今でも難所だとわかります。そんな中、きっちり運転してくださる運転手さんには頭が下がります。バスは長野、軽井沢に近づいてきました。ついに信州エリアです。さて、信越本線の名前は、信州と越後を結ぶことに由来します。それこそ最初は名前の通り、高崎から長野を経て新潟に至っていたのですが、めちゃくちゃに分断されてしまったので、今はもう路線名がほぼ回収されていません。高崎横川間なんか信越線名乗ってるくせに、信越要素ゼロで JR 線として生き残ってますよ。ただ、もちろん背景何もなしにバラバラになったわけではなく、大きな原因は北陸新幹線、いわゆる整備新幹線の開業にあります。在来線に大体並行させる形で新幹線を開業させると、需要が変わります。JR にとってそこを存続させても利益が出なさそうな区間なら、基本散策か。軽井沢以北の大半は、信濃鉄道や越後ときめき鉄道などに移管されましたね。そんな中、横軽間は需要もそうですが、そもそもの存続が厳しいので廃線となりました。おっと、もうそろそろ到着ですね。というわけで軽井沢に到着。新幹線も止まる駅です。いろいろ考慮すると、高崎から軽井沢を新幹線で移動するのもありかもしれません。時間が合わない、とにかくこの区間を素早く越えたい、なんて時はおすすめかもです。さて、軽井沢では元信越線である信濃鉄道に乗り換えられます。信鉄の動画も上げましたので、よろしければご覧ください。それでは、ご視聴ありがとうございました。